コメント読むやつ3月編よろしししくお願いしますお願願いいまますす月もたくさんコメントいただきましたありがとうございました、えー、そのいいねのランキング、えー、発表していきたいと思いますはいえー、じゃあまず早速5位から発表していきますねはいえー、5位は3月18日はい3月18日のこのネタです手品してしょぼいって言われる前に殴るやつもう殴るシリーズねはい17万再生頂い,いておりますありがとうございますえー、5位はこの方田村さん <お>コメントは「えー、殴るやつ」って単語見てワクワクが止まらんかった788いいねあそこにやっぱ700人以上の方が「いいね」と思ったってことですねそうそうそうあ<ー>まあ殴るシリーズはね腹殴るやつとかいろいろありますけど、ねうんはい、これはあの純粋にもう顔面殴ってますから <laughs> もうこれはタイトルでも内容全部言っちゃってるやつですね確かに「殴る」っていうワードは、えー、ワクワクするかもしれませんこれでも覚えてるわこのコメントは覚えてますはい えー、じゃあ4位いきます、はいえー、4位は3月4日の動画ですね、えー、近所で有名な子供をいじめる大人なやつ、うんえー、14万再生頂い,いてますけども、はい、この方でんちさん、はい、コメント、えー、いじめられてる子供がいたらいじめていいのは俺だけやぞって言って助けてくれそうあなるほどね<ー>そういうドラマもありそうですねうんんあの同級生にいじめられてるとこにいきなりあいつが現れて うんうん助けてくれるみたいな悪いやつや思いきやいいやつパターンねまあいい面もあってくれと願うコメントですねああでもそこにこんだけいいねが集まったそうそうさっきのはちょっとね殴るやつってちょっとんかこうネガティブないいねでしたけどこポジティブないいねでしたねそうそうそうでそこまでほんまに悪いやつでもなさそうやしねほんまに嫌なことしてないはい。子供ももテンション上がってるしね864いいねごちそうさまでしたありがとうございます 3位、えーえー。3月22日の動画ですね。空き巣してるのに、えー、見つかって石像のふりするやつ。はいはい、915いいねあ。多いですね、はい。これ13万再生ですけども、はい、この方です。リチャード・おーロエさん。はい、コメント。 勝ったか勝ってないじゃなくて、意思か意思じゃないかで悩んでほしい。ああ、覚えてる覚えてる。いいですね。ああ<ー>、<laughs> この突っ込みに対していいねっていうことですね、そう,すそうです、そうです。はい。はい、確かに、もう触ったら、質感でいい、石像かどうかわかりますからね。<laughs> いや、おっしゃる通り。<laughs> おっしゃる通りなんです。えー、これは915いいね。はい。ごちそうさまでした。それ何やったっけ何のパロディやったそれ。<laughs> なんかのパロディなような気するけど。思い出すよ。 ごちそうさまでした。思い出すよ。まあ、ごちそうさまでしたではなかったけどね。まあ、ごちそうさまでしたやったかな、うん、まあ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 。まあ、じわじわ思い出していこうや。2位行きましょう。2位、えー、3月15日の動画ですね。はい。居眠りバレた時の対処早いやつ。1015いいねです。あ、多いね。この動画25万再生ですけど。はい。えー、この方です。はるさん。うん。コメント。 ストレスとかフラストレーションみたいなカタカナ言葉出てこんくてエネルギー玉っていう <laughs> おじいちゃんかわいい、かわいすぎ。<laughs> <laughs> 先生かわいすぎ確かにああ確かにエネルギー玉って言ってましたねじゃあこれはどちらかと共感のいいねですねあ確かにそれは思いますね確かにかわいいですねかわいいなストレスとかでズバッと言わんとそれをエネルギー玉っていうおじいちゃん先生よく聞こえるしねエネルギー玉ってう確かになんかねポジティブに聞こえます聞こえますねこれ1015いいねですねはいごちそうさまでした何やったっけそれ頑張って思い出すよごちそうさまでした頑張って思い出すよ ごちそうさまでした。みたいな言い方やんな。まあ。ありがとうございます。みたいな、な何やったっけ ?2015、えー、人。ごちそうさまでした。なんか見せてる。まあ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 。わったそれ。仮にわからんかったとしても、コメント欄に見とけばわかるでしょう。答え言わん感じ今日。言わんやん、絶対。じゃあ、ご当所福徳賞いきましょうか。はい。なやったっけそれ。まあ、いろいろね。これね、僕じゃあ言っていいですかあ、もう行く。はい。はい。三月十八日。はい。 警戒心が強すぎてサンタクロスをしばくやつ。はあはい。はい、こっから選ばさせていただきました。はいはいはい。はいはいはい、まあ3月28日にまさかのクリスマスネタが来てね。そうね。もうちょっと意味わからん状況やってる意味わからんと思う。はい。まあそれに対するコメントで、まあ、まあ、うん。 それに対する全く関係ないコメントで言うと、アライグマ4号さんの、うん、ヒゲつけずに声質だけでおじいちゃんサンタ表現するの斬新やな。確かにつけたらよかったなっていうのね、ありました。ねうんはい、はい。えー、では私が。いや、僕もね、その動画から、ご当所じゃないけど、うんうん、あの、一、はい、個選んでるのは、あ行きましょう、えー お月きさんの、え、福畜、毎回後藤のサンタ姿につぼりすぎやろ。いや、これね、しょぼすぎて。サンタの時いつも笑ってんねん。めちゃめちゃ笑ってんねん、オープニングやったから、これ寝転んでる時もう。あ、そうやな。腹でぐちゃぐちゃ笑ってるもんね、これ。めちゃめちゃ笑ってる。衣装がしょぼすぎて。そう、しょぼすぎておもろいんですよ。はい。あと、自分の帽子もしょぼかった。あ、しょぼかったね。はい。うん。えそれでは。はい。雑談から仕事したいやつ。 さんから。これちょっとね、僕も気になってたぐらいのコメントで、僕にとって共感の選ばさせていただきます。ちなみに9位ねでした。ごちそうさまでした。雑談から仕事したいやつ。今言ってもどうにもなりませんが、<う>昨年のイブの動画、シェイク大好き稲子さんよりこっちの方が良かったんじゃないかな。<laughs> え、イブにそれ出してたの ということになるんですよ。え、イブにシェイク大好き、な子さんだたいや、だ俺も、あれ、そうやったんやな、と思って。言われてみたらなんかあの違和感はあったんよ。<laughs> そうなんや。そう。その時はあんまりその時期とか意識してなかったんかな。クリスマスはやったんちゃうやったか。25日は出したけど、うん、イブは油断してない。あなるほどね。確かにイブにすべきでしたよ。入れ替えたいもんですけど、それは無理ですね。はい。確かにシェイク大好き、な子さんではなかった。幻のキャラやから、あれは。<laughs> そうやな。<laughs> なるほどねはい<れ>かりましたえー、雑談から仕事したいやつさん副読書ですええー、おめでとうございますその言い方何やったっけなまあいろいろねあるんですけどもねえー、久しぶりの再会のに現地解散するやつはいはいはリーズねはい弊、hey、シリーズの3日目ですけども、はい、えーっと「006LUV、えー」何月何日だったっけ えっとね、久しぶり。ああ、3月11日。3月11日。ちなみに、この時の1位が45位ねでで、455位名で、オンリーラジオさんの、3日連続でやっていいほど万能なオチか。そういうコメント多かったですよね。そうですね。えっと、その方はですね、今日の屁、めっちゃくちゃええ音。一瞬。でいや、でももう聞き比べてるんですよ。耳がもう超えてるんですよ。だ今日ええ音やなーって、もう聞き分けられるぐらいね。<laughs> へえ耳が皆さん育ってるっていう感じなんですよね。へミ耳。へミ耳が。ええー、とですね。そんな中、ご当初、この動画から選ばせていただきました。はい。えー、編集者におもんなって言われるやつ。あこれは伝説のネタ。<laughs> 僕らの中で。はい。はい。えっ、ー、と、迷ったんですけどね、あの、あやめ、え白、ー、本さんの、えー、また塚本に解説してほしいネタが増えたっていうね、<laughs> あって、まあ、あの、 塚本が解説するっていうネタがあったで。いやもうマニアックすぎた話が。うん。はい、でもこれにしました。はい。さんを今20いいねですけども。うん、えー、天の声か、死に起動したんかと思った。っていうコメントですね。<laughs> あ<ー>、うん、それ以外もう機械的な <laughs>、あの、ナレーションでしたけ、ね、これ天の声本人からしたら嬉しい。嬉しいですね。ことかもしれない、ね。感情込めずに天の声を言ってるということですからね。でも天の声はもう今聞かれへんもんね。 さすがに今流れへんのちゃうさすがに無理か。いや、流れんちゃういや、流れへんやろ。いや、俺は流れると信じてるよ。流れへんって。なんで決めつけんねん流れるって。流れへん流れる流れました。じゃあ、1位発表しようか。いきますかうん。えー、1位はですね。はい。3月28日、警戒心が強すぎてサンタクロースしばくやつ。そうなんですよ。 えー、1264いいねです、はい、ペネロペさんですはいこのコメント3月に来たサンタクロースを警戒して芝く彼は何も間違っていないこれ素晴らしいです素晴らしいですこれ本当に何でほんにこの時期にサンタクロース訓練 <laughs> んんっていうことですからね確かに芝くよなそうなん不審者ですもん、うん、はい、うん、これな1264いいねはいえー、1264いいね、えー、ごちそうさまでした思い出せない到底思い出せない 何やったっけえー、何とかな、何とかの、えー、つくだえー、ごちそうさまでした。佃煮だ <laughs> えー、これ何だろシュークリーム。えー、ごちそうさまでした。何やったっけ <laughs> 無理やわ。えー、何だかうほら、<laughs> おはぎですね。はい、ごちそうさまでした。それが何のものまねか、思い出したい。 ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。えっと。今からもう生配信やるからもう終わった方がいい。終わった方がいいね。うん。もう終わってる。終わってるかもう。え、スイッチ切るで。スイッチ切るで。いや、もう終わってるよ。切っていい切っていいよ。スイッチ切るで。終わってるもん。あ、切りますよ、じゃあ。うん、<laughs> ああ、生配信頑張ろう。 木箱孝ンです単独ライブ、ジャルジャルタワー2021開催決定詳細は概要欄にて、ぜひ見に来てくださいぜひ読んでください。ジャルジャルに興味あるやつ、ネタサロン。 なんと、ゼロから新ネタを作るやつというコーナーもあります。過去の単独も見れます。ゼロからジャルジャルがネタを作ってるとこを見せます。入ろうかな入れないかなあー入らるどっちインスタグラムもやってるよジャルジャルアイランドもチェックねてめえ誰だよジャルジャルタワー